今日3日目もオープニングから様々な決まり手が飛び出しておりまして、特に第2レース第3レースでは3連単満州券高配当が飛び出しています。迎えるカードは第4レース予選競争、1号艇伊藤玲奈、2号艇香川元子、3号艇鈴木成美、4号艇谷川理恵、5号艇堀之内清子、6号艇土屋美咲、以上6選手の対戦です。本番レースもチルトサンドの5号艇堀之内が6コース、外枠2人が入れ替わる形です。絶好枠の伊藤玲奈がインコースの進入、前節丸亀で勇み足がありまして、その影響かスタートは慎重な数字が並びますが、それでも大崩れ知らず、今日はこのレースのみの戦い、陰線勝利をものにして明日の予選最終日となるか。1号艇伊藤、そして2コース2号艇香川元子、乗り味良好、ここは軽快に上位入着を狙います。3コースには3号艇鈴木成美で、ここまでがスロー。角14コース4号艇谷川理恵は昨日インコースからシリーズ8白星をマーク、6号艇土屋美咲が5コース、そしてチルトサンド5号艇堀之内清子6コースです。依然として緩やかな追い風、3日目第4レース予選競争、1番2番3番ダッシュ4番6番5番です。スタートしました。センター勢2コースから4コースの3名コースタート、2号艇香川が一気の攻め、1号艇伊藤抵抗できない、まくり差し狙うか。4号艇谷川が外から打ちをついて、3号艇1号艇5号艇佐藤もまくり決まって独走、2号艇香川元子が先頭、2番手4号艇谷川理恵、3番手こらえている1号艇伊藤玲奈、5号6号艇3号艇5号艇第4レーススタート正常です。早くも独走2号艇香川元子2マークトップでクリア、2番手争い1号艇伊藤玲奈を回して打ちをつく4号艇谷川理恵、ホームストレッチに入って2番手もリードを広げた4号艇谷川、3番手1号艇伊藤玲奈が粘って、上位体系は2番4番1番、レースは2周目に入っています。大きくリードを取りました。先頭は2号艇香川元子、2周1マークから向こう上面4号艇谷川理恵、2番手3番手1号艇伊藤玲奈の打ちをついて、5号艇堀之内、外握って回った3号艇鈴木成美、両者が差を詰めますが、3番手は守って1号艇伊藤玲奈、上位体系は2番4番1番の体制となっています。2周2マークからホームストレッチに入ります。先頭がっちり守る2号艇香川元子、4号艇谷川理恵が2番手、1号艇伊藤玲奈が3番手、ここで後続3艇を引き離したか。2番4番1番、最終周回に入っています。2、3コースがスタート優勢、2号艇香川元子が一気の攻め、2コースまくり決めてのシリーズ2勝目ということになりそう。2番手は4号艇谷川理恵、1号艇伊藤玲奈が3番手、上位体系は2番4番1番の体制。このままで決まると3連単2、4、1は 43.1 枚となっています。後方5号艇、6号艇、3号艇が続き、ラストターンマーク。シリーズ3日目第4レース予選競争、2号艇香川元子先頭、4号艇谷川理恵2番手、1号艇伊藤玲奈が3番手、上位体系2番4番1番で第4レースゴール。先頭2番香川ゴールイン、2番手4番谷川ゴールイン、3番手1番伊藤ゴールイン、5番6番3番とゴールインです。